こんにちは、スピカだよ。というのは嘘で。我は最強の神技、恐竜神。今回は、恐竜神の素晴らしさを広めるために来た。正直もう遅いと思うんですけど、そんなことはわかっている。しかし、我はそれでもなお、恐竜神の魅力を伝えたいのだ。今回はそのために、スピカから滝絵も借りてきた。結構良い周到なんだな。あ、挨拶を忘れてた。我は最強の神、アルバトリオン。我は最強の狩技、恐竜神。いや最強ではないでしょ。いやお前も結構怪しいぞ。何も言い返せない。そういえば、今回恐竜神を使うわけだが、何か策があるんだろう？もちろん、今回使う恐竜神から、順を追って説明していくぞ。恐竜神の効果は、恐竜ウイルスに感染することができるというもの。一見デメリットのように見えるが、モンスターなどに攻撃を加えると、克服し、60秒間会心率が 15% 上昇するのだ。しかも、今回使う武器のブリークワワンダー、ウイルス克服中は、マイナス会心部分がプラスに感染する効果がある。他の混沌ゴア武器に比べて、会心率の上昇が控えめだし、武器スロもないし、切れ味も心もとないな。確かに総中棍において切れ味の悪さは致命的だ。しかもブレイブ総中棍を使うということで、臨戦に頼ることもできない。切れ味の部分は、スキルか要中で補強しなければいけないな。今のところ、この武器を使う利点が見当たらないんだが。いや、利点はあるぞ。この武器は弱点特攻を発動させるだけで、通常時でも会心率 60%、ウイルス克服時は 100% になる。超会心をうまい具合に活かせるというわけだ。確かに、超会心を弱点特攻一つで運用できるのはなかなか強いが、それだけだと、他の武器に火力負けしてしまうのではないか？この武器の切れ味だと、切れ味レベルプラス2と技物は必須。弱点特攻と超会心も入れると考えると、あとは挑戦者といったところか。さすがは最強の固有。勘が鋭いな。今回作った装備を見てほしい。まあ、やっぱり予想通りという感じだな。この装備なら問題なく、モンスターを狩猟できるんじゃないか？いやまあ、撮影も早く終わったし、そこまでは良かったんだが、編集するときに気がついてしまった。装備が前に混沌ゴア武器を使ったとと丸かぶりだったのだ。このままでは恐竜神の魅力を伝えることができないと考え、装備を変更することにした。このスキル構成をより良いものに、一体どこを変えるのだ？まずは切れ味レベルプラス2を変更したい。これは、切れ味レベルプラス2を発動させた時の切れ味だ。意外と紫ゲージが短いんだな。切れ味レベルプラス2を採用するなら、紫ゲージを維持して戦いたい。しかし今回は臨戦もないため、切れ味を維持する方法がないのだ。なので今回は、切れ味レベルプラス2の代わりに、挑戦者の脳刀を使おうと思う。紫を維持できないから、白を維持する方向で行くというわけか。確かに、ブレイブの特権であるエナジーがあるから、相性はいいかもな。そしてあと変えるものとすれば、挑戦者プラス1だな。挑戦者プラス1を抜いて入れられるものを、スキルシミュレーターに聞いた結果、火事場力プラス2を入れることにした。なんだこれは、たんまげったな。これは会心率を盛る必要がないからこそできる。まさに恐竜神のためにあると言っても過言ではないのだ。でも分かってるな、まだ。というか火事場を発動させるなら、猫火事場の方が良かったんじゃないか？火事場苦手だからこれで勘弁して。この装備なら、恐竜神の強さを存分に発揮できるはずだ。確かに火事場をうまく活用できればなかなか良さそうだな。それでは装備の紹介も済んだことだし、早速クエストに向かうぞ。今回の舞台は砂漠、相手はディノバルドだ。まずはエキスの回収が先だな。早めに白と赤を回収したいが、いけるか。ギリギリ方向に間に合ったな。よし、そうしたら頭部に飛炎斬り。開幕バットクリティカル2連続とは、先が思いやられるな。火事場が発動してからが本番、序盤はあまり気にしてはいけないのだ。最初にバットクリティカルが2回も出たから、次に出る確率が多少下がったはず。何そのガバリロン。まあ、恐竜神が発動できれば、バットクリティカルなんて関係ないのだ。というか、この脳刀キャンセル攻撃、めっちゃ使いづらくないか？すごい今更だな。ブレイブ総中棍の脳刀キャンセル攻撃は、かなり癖が強いからな。攻撃をいなしたり、普通に殴って、ブレイブゲージを貯めた方がいいと思うぞ。いなしを行うと幼虫も帰ってくるからな。赤白 X を維持するのにも役立つのだ。そういえば、火事場だということを完全に忘れてたな。いやなんで忘れるんですかね。持続性やられを食らいつつ、いなしていれば、自然と火事場ラインに行くはずだ。なんでもいいか、体力には気をつけろよ。大丈夫だ、このまま飛び込み切りから飛炎斬りを叩き込むぞ。思いっきりカスあたりしててくさ。
義、今のは恐竜心を貯めるためだから、あまり関係ないのだ。先が思いやられるな。ここでタメなぎ払いは、なかなかいいんじゃないか。火事場が維持しやすくなるな。この攻撃をいなして、そのまま恐竜心を発動。さあ、ここからが本番だ。ここから先は、被弾したら即アウトだから、油断せずに慎重にな。まずはこの攻撃をいなして切れ味を回復したい。 35% を外したな。 35% は外しても、遅延切りは外さない。やりますね。白Xと赤Xを回収して、弱点の頭部と首を攻めていくぞ。そしてウイルスも克服できたな。ここから1分間は、回心率が飛躍的に上昇するぞ。たくさん回心エフェクト出てて、あー、たまらねえぜ。火事場もダブルアップもあって、これって、勲章ですよ。さすがの火力。リノバルドも即怒り状態になったな。しかも挑戦者の脳刀も発動。これはラッキーだな。連続で昼にをもらえるとやはり気持ちいいな。わかりにくかい。おっと、その攻撃には当たらんぞ。さすがブレイブのステップ回避。攻撃への切り替え速度が恐ろしいな。ブレイブ総中コンは、ブレイブ状態になると、機動力がめちゃくちゃ高くなるからな。この攻撃は、できるだけいなして、切れ味回復を狙いたいんだが、なかなか思い通りにいかないみたいだな。どうやら、もう一度タメなぎ払いが来るみたいだぞ。ここは体力のことも考えて、命は控えておこう。そういえば、そろそろ恐竜心の効果が切れる時間だが、どうする？できれば、気の大きい攻撃が来てくれると、ありがたいのだが、強毒だな。幼虫で軽くつついておいて、一度りで避けて、そのまま恐竜心を発動。今回は克服までに何秒かかるかな？29秒かかるはずだ。なかなか細かく予想するな。予想ではない、我には未来が見えるからな。では最初の飛燕切りも外してないと思うんですけど。そういえば、今回幼虫は何を採用したんだ？今回採用したのはサルバースタップ、パワー系の幼虫だな。赤白ダブルアップ強化の効果は回避性能プラス1。ブレイブ総中コンは、ブレイブ状態時に幼虫が同時に攻撃してくれるから、赤白が割と簡単に維持できるため採用した。非ブレイジの手助けの役割も任せられるし、悪くないな。再びダウンを取ったから、頭部を攻撃していくぞ。微妙に頭部が動くから、攻撃が外れるな。まあ、こればかりはしょうがないな。しまった。方向を回避できなかった。しかも切れ味が青に落ちてるんだけど、まあ、挑戦者の脳刀があるからすぐに回復できるかな。また35%を外したぞ。なんならもう一回外したぞ。まあ確率だし、多少はね。仕方ない。このまま青ゲージで戦っていくことにしよう。相手が弱っているかもわからないのに大丈夫か。大丈夫だ。なぜなら我は未来が見えるからな。じゃあ、この未来は見えたかな。もちろん、見えているぞ。なん、だと、あの状態から、いなしが間に合うとは。正直我もさすがに死んだと思ったぞ。しかし、いなしたというのに、挑戦者の脳刀が全く発動していないな。やはり、幼虫は切れ味回復でも良かったかもしれないな。火事場を使うということで、死ぬリスクを軽減できるものを採用したが、しかし、その恩恵は大きいぞ。このまま回転切りだ。いいぞこれ。ところで恐竜心が切れているが、いや、ここは攻める、発動しない。確かに弱点を狙いやすいな。攻撃する以外の選択肢はないな。しかも瀕死とは。これが火事場の力か。いや、ここは動画的に恐竜心だろ。エリア移動だからカットするぞ。どうやらディノバルドは、睡眠中のようだな。ブレイブ状態が切れてしまっているが。まあいいだろう。恐竜心を発動して、そのまま飛び込み切り、そして飛燕切りだ。モーション値の高い飛燕切りの最後だけ、バッとクリティカルで出てきた。切れ味の減少など気にせずに攻めるぞ。切れ味はいいけど、方向は気にしよう。すいませんでした。赤白 X が切れそうになっているな。ここはいなしで対処していくぞ。いい判断だな。そのまま赤 X を回収して、飛び込み切り、そして飛燕切りでフィニッシュだ。家が当ててないんですが。あ、今倒したぞ。いや、なんか締まらない倒し方だな。恐竜心の使い方は無限大。締まらなくて当然なのだ。もう、よくわかんなかったです。というわけで、今回は恐竜心を、ブレイブ総中コンで使ってみたぞ。正直、火事場が強かっただけだと思うんだけど。確かに、火事場が強かったのは事実だ。しかし、火事場を発動しつつ、超回心を視野に入れた運用。これが安定してできたのは、恐竜心と混沌ゴア武器あってこそなのだ。まあ、他の武器でもできるが、安定性という面では勝っていたかもな。さっきも話したが、恐竜心の使い方は無限大。いろいろな使い方を試して、自分好みの使い方を見つけていくのが、モンハンの真髄であると、我は考えている。それでは今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。終わり！閉店！
以上、じゃあ解散。